今日はありがとうございます。はい、じゃあ自己紹介いただいてよろしいですか。セブンネットショッピングの社長してます鈴木と申します。よろしくお願いします。今日は TEDx に、ご協賛いただいたということなんですけれども、ここを協賛に至るまでの背景とかがこうどういったところに共感をいただいたかというお話を、我々が今やっているのは、我々のグループ、こちらにもありますようにセバンダイホールディングスという、日本の小売業では最大のグループになるんですけれども、その中で我々は今ネットのビジネスをやっています。ですからどんどん新しい革新を起こしていかなきゃいけない。特に大きいグループの中で、どちらかというとレガシーな文化の中で新しいことを起こす、そういうなんかこう革新のアイディア、そういうものをなんか自分たちも吸収したいし、またそこのね、皆さんにも知ってもらいたい、そういう思いで、今回協賛させてもらいました。どうもありがとうございます。今日はあの会場でご覧になっていると思いますけれども、いかがですか。いや面白いですね。全然違う業態の、人たちとか、学生さんとかもいたりしますけど、いろんなアイディアがあって、こういうものの見方があるんだなっていうのを本当に自分自身も勉強させてもらってるなと思います。こう脳がかき回される感じがしますね。かき回されますね。また、これから最後のセッションもありますので、どうぞ楽しんでください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。